皆さんこんにちは、ボレノです。本日はパストグローリーイニャキ・ウィリアムスについてレビューしていきます。去年までスペイン人でありながら国籍変更で今年はガーナ代表としてワールドカップを戦うことになったイニャキです。ちなみに弟はスペインでそのままフル代表行ってるので、イニャキの場合はね、僕はまあ監督との相性もありますが、スペインのフル代表もあり得る選手ではあったのかなと思います。作成コストが12万コインになります。ただまあガーナの突破の可能性っていうのも動画の後半で話していきたいのですが、やはりこのカードってアップグレードしていくのが最大の特徴だと思うんですよ。で、特にまあベルナルドみたいなポルトガルのような強豪国であればあるほど価値が生まれていくんですけど、このイニャキがまあガーナがどこまで活躍するかによって大幅に評価が変わるカードになるのかなと思います。身長186センチのハイミディアムワークレートのスキル4の逆足3になります。もともと逆足2の選手が3にアップグレードされてます。ストライカー、センターフォワードがポジションです。今回ホークつけていきます。まあ理由としては、イニャキってどういう選手かっていうと、もちろんフィニッシャーであったり、まあシュートブースは欲しいので、デッドアイ、ここら辺も可能性はあると思うんですよ。ただまあ結局彼っていかに裏抜けをさせるかが特徴的な選手だと僕は思っているので、それを最大化するためにペース、そしてシュート能力、フィジカルを上げるフォークをつけております。まあちょっと試合の中で見てみて、フォークやっぱり違うなと思うようであれば、フィニッシャーもつけていければなと思ってます。で、一応アウトカーブ持ちです。ここは大きいですね。今回使っていくチームこちらです。彼ね、ちょっとケミストリーが難しくて、ガーナ人だと他はエッシェンとかになるのですが、今回はビルバオでウナイシモンで一つつけて、まあ、スペインとラリーガでケミストリーを買っている形になります。で、今回どこで使っていくか、442のストライカーです。右利きなんで右サイドに使ってます。ベルナルド・シルバとパートナーアップされてます。特に指示は何もつけていないです。という感じで始めていきます。ではイニャキのドリブルから見ていきます。この選手がイニャキ・ウィリアムスです。ドリブルに関しては決して良くはないなと思ったんですが、やはりとにかく速いなと思いました。スピード感が異常にありますね。もう本当に分かってても止められないようなスピードがあります。ただし、それこそアタッキングサードであったり、コックス内でドリブルで違いを出せるかというと厳しいですし、まあ、彼がここの位置でドリブルをするっていうのはなるべく避けたい選手なのかなと思いました。で、動き方、 AI 的なものをお伝えすると、この選手のね、 AI はね、そんなに良くないと思うんです。まあ普通に近しいものがあると思うんですけど、どちらかというと本当に自分でトリガーさせることがいかに大事かなっていうのが思う選手ですね。まあここいい位置受けまして、まあここはね、もう本当にやっぱりあの位置でドリブルはできないんですよ、この選手の場合。すぐ寄せられたら取られてしまいます。ただし、まあ今のはもう完全に貫通していて、今の FIFA を象徴したからな点になりましたね。ここも中央にイニャキがいて、この位置で受けて、やっぱりね、苦しいですね、ここのドリブルは。もう本当におどおどしてますから。で、彼のシュート能力に関しましては、右足でのシュートは悪くないなと思いました。決してね、そこをトップトップに行ってるっていう感じではないんですけど、不満はなかったです。ただ逆足ですね、左足でのシュートは本当におもちゃです。まあ逆足佐野選手ってそうだと思うんですけど、ひどいまで言えますね。で、ここもイニャキ、まあいい位置に走り込んで、まあ右足で、本当に右足でいかに打つのが大事か、いかに打たせられるかが大事かが彼の鍵かなと思います。ここもね、もうフィジカルと貫通力持ってってますね。ここはちょっとアクロバティックなゴールになりましたが、いいゴールですね。もう本当に今のもトリガーさせて走らせてるっていう感じになります。ここもまあ中央カウンターでトリガーさせて持っていって、左足でのシュート、本当にひどいですね、このシュートは。で、今のゲームプレイね、全体的にまた変わりたなって、アップデート来た後にすごい軽いゲームプレイになったじゃないですか。で、さらに何でしょうね、軽さもなくなって重くなって、でなおかつ
貫通も激しい、守備もしづらい、パスミスも多い、また不思議なゲームになりましたね。あまり好きではないです。でここはね、右足ですが外しましたね。もちろんこういうシーンはね絶対出てくると思います、イニャキ・ウィリアムス。でここもウォーカーから中央にイニャキがいて、まあ、中にパスが出して、ここ斜めに走ってますね。ここは良かったですね。ただここは苦しいですね。まあ今パス最後ベルナルドに出せたら、ベルナルドあれクイックターンして打てたでしょうから、ちょっともったいなかったですね。でここキーントリガーさせてからのイニャキからのこの流れるようなゴールはすごく良かったですね。本当に今日一番綺麗なゴールだったと思います今のは。でパス能力に関しては意外と気にならなかったです。そんなにまあ受けに来るタイプの選手ではないので、本当にこの選手がボールを触るときって自分がシュートまで持っていくときがメインになると思うんですよ。ってなったときに、まあ、パス出す場面ってそもそも少ないので気にはならなかったですね。ここも自分で運んでいって、まあ、ここがねベルナルドが強いですね。ちょんとパス出して、あれをクイックターンして決められたら結構たまったもんじゃねえなと思いますね。でここもやっぱり体が大きいんで、まあ、的になりますよね。今のもまあパス出せれば点入ってたと思います。で最後ですかね、もう2本ですかね、金からここ中央中入っていって、まあ、イニャキパスが通って、まあ、今のねパスもね悪くはないですね。ここは相手がマニュアルキーピングお上手でしたね。で最後このシーンもカウンターですね。やはりもうこの選手の使い方としてはいかにカウンターチャンスを作れるかなと思います。こういうシーンですね。でやっぱりもう抜け出したら今は選手の方が全然早いので、アタッカーの方が全然早いので止められないですね。イニャキ・ウィリアムスまとめていきます。現在の価格が11万2000コインです。まあ彼がじゃあアップグレーなしでこの SBC どうですかっていう話をすると、僕はちょっと高いかなと思います。ただしやはりイニャキって割と特殊な選手で、裏抜けをさせるだけであれば本当にめちゃくちゃ強いです。スピードもありますし、フィジカルもありますし、決定力もそこそこあるので、スピード的に本当に速いなって感じられる選手なんですよ、このイニャキ・ウィリアムスって。なので裏抜け専用機を探しているっていうのであれば、僕はこのイニャキ・ウィリアムスのカードはドンピシャにはまると思いますし、この価格を出す価値はあると思います。ただ、まあ、引かれた状態でこの選手何ができるかっていうと、そんなにできることが多い選手ではないので、まあ、やはりエンバペであったり、もっと器用な万能な選手っていると思うんですよ。っていうのがどうなのかなっていう感じですかね。で、サブとして作るのは僕はありだとは思うんですけど、ちょっと高いかな。実際にサブで出したいなら、サブでこのカード出すならもっと他にカードいそうな気もします。で、ケミストリーに関しましては、僕的にはホークが一番ハマりましたね。もう裏抜けさせるので、もうドリブル能力上げてもっていう感じでした。あんまりこの選手はドリブルしちゃいけないので、まあ、ホークつけて、もう本当に走らせます。が、もしくはフィニッシャーという選択肢はありだと思います。スピードは下がるのですが、やはり決定力が15上がって97まで持っていくことによって、よりシュート能力という意味では、ホークとはかなり違ってくるかなと思いますね。なおかつ、まあ、懸念のドリブルでも14、プラス14を受けられるので、まあ、フィニッシャーをつけるのもありだと思います。もしくはサイド起用であればエンジンかな。で、ドリブルパスを上げてあげるのがいいかなと思います。で、実際のところ、このガーナって突破の可能性あるのっていう話だと思うんですよ。僕はあると思います。グループ H、ポルトガル、ガーナ、ウルグアイ、韓国、非常に厳しい組だと思うんですよ。ポルトガルが頭一つ抜けていて、まあ、時点でウルグアイかなとは思いつつも、僕はウルグアイにガーナは勝てるんじゃないかなと思っています。直近の試合、ガーナはスイスと試合をして2対0で勝っています。で、ガーナ誰いるのっていう話をすると、ちょっとキーパーさんにはね、存じ上げないんですが、まあ、ランプティであったり、まあ、今年ランプティそんな試合は出てないんですが、アーマーティという、まあ、プレミアで経験豊富な選手であったり、まあ、ジック、サリス、まあ、サリスとかはもうサウザンプトンのレギュラーですからね。で、なおかつ、アイドゥであったり、もう非常に4大リーグの選手が揃ってるんですよ、結構。
それこそレンスのサディスも彼もリーガンでレギュラー張ってる選手です。アヤックスの主力のクドゥスで、なおかつトーマスパーティー、まあこれに関して彼に関してはもう説明不要だと思いますね。なおかつアユー兄弟、まあジョーダンアユーとアンドレアユーっていうのは2人ともプレミアリーグで非常に実績のある選手でしたから、でスレマニであったり、まあイニャキもそうですし、まあ本当に実力者は揃ってるなと思うんですよ。でいいチームだと思うんですよ。で彼このチームがウルグアイに身を取ってるかっていうと、僕はそうでもないなと思うんですよ。ウルグアイのスカットって意外と、まあバルベルデだったりベンタンクール、スアレスであったり、まあいい選手はいるんですけど、結構ねディフェンスラインが弱いんですよ、ウルグアイって。あのもう今マルティン・カセレスが未だに出てるぐらいですから、もうバックラインでバックラインに関しては圧倒的ガーナに軍配上がると思うんですよ。でストライカーに関してもスアレスですから、まあニュニエスがいますけど、まあちょっと衰えは隠せない中、この若くて勢いのあるガーナに挑んできたらちょっとどうなるか分かんないですね。でこの試合面白いなと思うのが初戦を見れるんですよ。初戦がガーナってちょっとどっかに書いてなかった、書いてないかな、書いてあるか、11月24日、このちょっと時間は日本時間ではないんですけど、ポルトガル戦を見れた後に作ることもできるんですよ。このポルトガル戦でもし勝ち点を拾えるようなことができれば、僕は突破の可能性で非常に高いのかなと思うんですよ。なのでまあ検討するカードでありますが、突破確率は高くはないのかなっていうのをちょっと意識はしておきたいかなと思います。という感じでイニャキ・ウィリアムスのカードをレビューしていきました。質問コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。ではまた。